はい、皆さん、こんにちは。テリオンの小ネタのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでですね、今回挑戦させていただくのが会社四季法というですね、まあ、株式とかをやってらっしゃる方は結構読んでらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そちらのね、会社四季法の多分別冊だと思うんですが、業界地図というのをですね、読んでみようと思います。ただ最初にお断りさせていただきたいのが、私のですね、読書環境なんですが、一応ね、電子書籍で読ませていただいているんですが、私のノートパソコンですね、解像度がですね、なんとですね、800ぐらいしか出ないんですよ。今時そんなパソコン使ってるやついねえだろうって思うんですが、だいたいフル HD のね、1024だったっけ？とりあえず解像度が、フル HD ですね。1020だったっけ ?1040 だったっけ、ちょっとどっちか忘れちゃったんですが、まあ、これぐらいの解像度があれば、まあ、最近のね、ゲームとか、電子書籍とかもね、小さい文字でもしっかり見ることができるというようなですね、解像度があるんですが、全くそこにね、達していないんですよ。なので、文字がですね、ちょっと潰れたりしてですね、読みづらいというところをね、ちょっとあらかじめ断っておきたいなというふうに思っております。で、こちらの会社四季法というのはですね、なぜ、私がね、これを読んでいこうかなと思ったかというのは、YouTube でですね、なんかね、不動産業をね、紹介してるですね、まあ、不動産のね、兄貴みたいなね、人がいるんですが、YouTuber の方でね。で、その方がですね、なんかですね、人生で参考になった本みたいなやつで、10冊紹介するみたいなやつの中の一つに、これが入ってたんですね。他はですね、まあよくあるやつですね、デール・カーネギーさんのですね、人を動かすとかですね、なんとかコビーさんのですね、7つの習慣とかね、結構よくありそうな自己啓発系の本が上がってたんですけど、これだけはなんかね、えらい実践的な感じのですね、書籍をご紹介されていたので、まあ、ちょっとね、これは読んでもいいのかなという感じがしたのでね、ちょっとだけ読んでいこうかなと思います。うん。ということで、改めまして、ゲーム実況者をさせていただいているテリオンと申します。よろしくお願いいたします。現在ですね、チャンネル登録して応援してくださっている方が320名以上いらっしゃるということでありがとうございます。この動画ですね、現在2024年のですね、6月のね、中旬に収録されているんですが、もうゲーム実況としてはですね、2025年のですね、10月の中旬までですね、もう毎日18時に更新される予定はすでに決まっておりますので、チャンネル登録していただくとですね、順次動画をですね、毎日見ることができますので、どうぞチャンネル登録して遊んでいってください。Hello everyone, my name is Terio, I am a game live, I posted a lot of videos so far, I have been playing live for about 4 years but I'm sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. Remember, if this is your first time here, please click the subscribe button. ということですね。まあ、その不動産の兄貴がね、紹介してた、本はね、他にもね、まあ、実践的なね、本もいくらか紹介されていたんですが、まあ、結構ね、プレゼン能力を磨くみたいなね、そういう本もね、大事かなっていうのはちょっと思ったんですよね。というのはですね、まあ、やっぱり人前で喋ったりとかっていう能力が、まあ、評価されやすい業界っていうのはね、どうしてもあるんで、で、この、まあ、特に YouTube の世界なんて、言ってしまったら結構それね、要素としてはね、近いなっていう部分があるんで、YouTube とその不動産の兄貴が紹介してた本っていうのはちょっと相性良さそうだなっていうのはね、感じましたね。あとはね、その不動産業の兄貴の場合は、営業がね、基本的な、まあ、大きなウェイトを占めてたっぽいんで、まあ、営業でですね、どうしても人と、対人ですね、に対するですね、なんていうんですかね、何らかの、関わり方に関しての、まあ、なんていうかな、プラスになるようなことが書いてあるような本とかも紹介してらっしゃったので、またそれ辺もですね、順次、もし読むことができたら紹介していきたいなというふうに思っています。今回はね、四季法ということで、まあですね、ちょっと右も左も分かんないような状態なんですが、やっていきましょうかなと思いますと。はい、ということでですね、まず最初にこれだけを押さえていこう。業界地図のキーワード、3つのポイントを押さえれば、業界地図だけではなく、経済情報への理解が深まりますということで、まず業界の良し悪しを指す言葉としてですね、企業の売上高から費用を差し引いたものが利益であると。
で、利益には様々な種類があるということで紹介されております。まず売上高というのはですね、企業の規模を表しておりまして、1年間に商品やサービスを売った総代金のことを売上高ということで、年商、あるいは営業収益、経常収益などと呼ぶこともあるということで、その内訳は利益ですね、利益と費用によってですね、成り立っていると。で、まず利益というのは、まあ、営業利益ですね、本業で稼いだ利益というのと、あと経常利益というのと純利益ですね、まあ、このような種類分けがあるみたいなんですが、費用ですねがどうしてもですねかかってくると。だから売上高からまあ単純に費用を引けば利益になるということですよね、うん、じゃあその費用というのは何になるかというと、まあ販売費ですね、販売費および一般管理費というのがあって、まあ、本業の商品やサービスを売るための費用、まあ、例えば、社屋の家賃であったり人件費であったりとか広告費あるいは研究開発費、そういったものが販売費としてかかってくると。でそしてですね、もう一つは売上原価ですね、生産とか仕入れとか本業の商品やサービスを売るために必要な費用というのはどうしてもかかってくると、まあ、物を作るにはねどうしてもそういったものがかかってくるので、例えば材料の購入費であったりとか工場の維持費あるいは現場の人件費、こういったもろもろのですね売上原価とですね販売費、まあ、こういったものを引いたら営業利益になってくると。ただ、まあ、営業利益ですね、こちらは本業で稼いだ利益ではあるんですが、そこからですね銀行へのですね、まあ、利息の支払いなどがですね、かかってくると。でこういったものをですね、営業利益から引くとですね利息の支払いや配当金の受け取りなどですね本業以外から生じる損益をですね営業利益に、加減したものがですね経常利益と言われるものになると、うん、でさらにですねその経常利益からですね工場の売却やリストラ費用、あるいはですね、税金の支払い等々をですね、1年間で最終的に残った利益のことをですね、純利益というと、これを最終利益とも言うらしく、そこからですね、株主への配当の支払いだとか、内部留保として、翌期ですね、次の、まあ、期ですね、次の、時期に積み残していくと。っていうようなことをやっていくということですね。うん。まあ、一応ね、その他の大切な用語として紹介されているのが、部門売上高、部門利益というのがあって、事業部門別の売上高と利益、そして企業全体の売上高では、業界トップでも部門で見ると小さいこともあると。そしてですね、EBIT というのがあって、利払い前、税引き前利権、支払い利息など、借り入れに伴うコストの影響を除いた利益、EBIT、まあ、EBIT はですね、減価償却費も除いて算出した利益は EBITDA とも言う。ごめんなさい、ちょっとここは飛ばそうか。うん。まあ、これちょっとね、まあ、基本なとこから行きましょう。あとですね、企業のですね、提携関係を表す言葉が2番目に紹介されておりますと。企業と企業は、あるときは協業し、あるときはグループを作り、互いに足りない部分を補い合っていますと。企業は取引先や異業種企業に出資したり提携したりすることで事業の拡大を図っています。株式を持っている関係を資本提携と言って、株式を持たない関係を業務提携と言うと、うん、まあ、この言葉をとりあえず覚えておきましょうと。あとですね、決算と決算期の意味というのがありまして、企業はね1年の区切り決算期ごとにですね業績の良し悪しを図るね通信簿、これをねいわゆる決算というらしいんですが、まあ、これをつけますと。日本の、上場企業の場合、3月期ですね。4月から翌年3月が最も多いと。海外では12月期、1月から12月が主流であると。本書では原則、直近2022年度の業績を掲載し、それ以前の場合は22年3月期と明記と。うん。まあ、とりあえずですね、2023年度というのは、2024年の3月期ということで、2024年の、とりあえず第一四半期というのはですね、2023年のですね、4月、5月、6月からスタートすると。そして第二四半期になると2023年の7、8、9かな。で第三四半期が2023年の10、11、12。で、第四四半期が2024年の1、2、3と。これがまあ1年の区切りという感じなんでしょうね、おそらくね。うん。
もう基本の木も知らないとね、もうたどたどしいですね。正直ね。まず四半期決算というのは、要するに第一四半期であると。で、第二四半期というのが、終わったら9月の末が中間決算。そして第三四半期終わった12月の末が四半期決算と言われると。そして第四四半期終わると本決算であると。まあ、こういったようなね、言葉の違いがある模様でございますね。まあ、結構だから企業さんのね、いろんなものの販売とかですね、商品の入れ替えとかっていうのは、まあ、こういったね、タイミングで行われるっていうのはね、結構あったりするような気もしますね。まあ、ゲームの、まあ、売り上げとかもね、結構こういうところにね、合わせてきてるなっていうね、印象は受けますよね。結構ね、割と早い時期とかじゃなくて、この多分決算に近い時期ぐらいにね、ぶっ込んでくるっていうイメージはあったりしますかね。あとは、長期休暇の直前とかね、こういったところにね、がっつり入れてくるっていうイメージはありますね、ゲーム業界とかもね。はい、ということでですね、まあ、シンプルにですね、売上と決算について、読まさせていただいたんですが、まあ、私がですね、いかにですね、経済音痴なのかというところがですね、今まで読んだ流れを聞いていただいてもね、十分お分かりになったかなと思うと思いますが。まあ、なのでですね、不動産の兄貴が紹介してくれたこの本をですね、読むということはですね、私にとっては非常にいい勉強になるんじゃないかなというふうに思っております。さあ、もう一つやっていきましょうか。最新47都道府県のトップ企業ということで、これはちょっと気になりますよね。さあ、北海道から沖縄県まで全国各地の売上高トップ3企業一挙紹介。大都市部では著名な大企業、地方ではスーパーや、あるいは電力、銀行などが多くランクインした。地域によっては自動車、半導体、畜産などの、産業集積が顕著に現れた。ということで、見ていきましょうか。これね、やっぱりね、電子書籍で読むの無理があるわ。今回一回きりの企画になるかもしれないけど、一応やっていきますね。青森県はですね、1位、日本原燃、2位、ユニバース、スーパーですね。3位、丸大堀内、専門商社、食品でございます。はい。で、岩手県は、1位、薬王堂ドラッグストアですね。1201億円。で、2位、記憶地や岩手、半導体994億円。あ、半導体なんだね。3位、ベルジョイス、スーパー、800億円。スーパーがね、ランクインしてるのってね、すごいですね。宮城県1位、東北電力。規模が半端ね。1兆5662億円。売上高。すごいね。2位、トヨタ自動車東日本自動車6979億円。3位、東京エレクトロン宮城、半導体、製造装置か、5495億円。さあ、秋田県、イオン東北、スーパー2509億円。伊徳、2位かな、スーパー596億円。3位、TDK、エレクトロニクス F、電子部品417億円。秋田県の売り上げめちゃくちゃ低いな。宮城めちゃくちゃ儲かってて、ね、秋田、岩手、青森はちょっと低いですね。さあ、山形県、ベーリンガー、インゲルハイム製薬、医薬品1320億円、山沢、スーパー、883億円、3位、第一科目、陸運、727億円と。さあ、福島県、1位、ヨークベニマル、スーパー、4781億円、2位、東北アルフレッサ、専門商社、医薬品、1564億円。そして3位、ゼビオ、スポーツ用品ですね。1282億円ということで、東北は、こんな流れになっております。北海道はですね、1位、ニトリ、家具、7828億円。2位、北海道電力、5979億円。3位、ツルハ、ドラッグストア、4412億円。さあ、東北、北海道終わったので、関東行きましょうか。さあ、茨城県、ケイズ HD、ケイズ電機かな。家電、量販店、6291億円。2位、霞、スーパー、2820億円。3位、ルネサス、セミコンダクタ M、半導体、1367億円。さあ、栃木県、キャノンメディカルシステムズ、医療機器、3321億円。2位、日本産業、住宅設備、2828億円。3位、小島、家電量販店、2793億円。群馬県、1位、山田電機、1兆1744億円。すごいな。2位、ベイシア、スーパーですね。3135億円。
3位、ネクサスパチンコパチスロ2545億円。さあ、埼玉県1位、島村ですね。島村1位なの。アパレル6108億円。めっちゃ儲かってるやん。カインズホームが2位ですね。ホームセンター5150億円。3位、ヤオコスーパーですね。4678億円ですね。で、待ってね。で、ですね。栃木、群馬で、埼玉で、千葉。千葉がね、イオンリテールですね。スーパー1兆8173億円。2位、コストコホールセールジャパンスーパー5700億円。3位、オリエンタルランドテーマパーク、まあ、ディズニーランドですね、4105億円と。東京都1位、エネオス、7兆7411億円、石油。もう東京規模が違うって。2位、出光興産、石油、5兆640億円。3位、NTT ドコモ、4兆4667億円。はい、そして神奈川県、日産自動車、自動車ですね、2兆4093億円。2位、いすゞ自動車、トラック1兆1118億円。3位、ソニーセミコンダクタ S 半導体1兆660億円ですね。うん。さあ、関東終了ということで、中部行きましょうか。中部、新潟県1位、コメリホームセンター 3656億円。3656億円ですね。2位、原神スーパー2463億円。3位、日本機器自動車部品ですね、1112億円。富山県北陸電力1位ですね、5545億円。2位、三共立山かな、住宅設備2406億円。3位、日以降ですね、1380億円。石川県1位、薬の大きいドラッグストア3215億円。2位、カナカン、専門商社食品1603億円。3位、PFU 複合機ですね、1086億円。福井県1位、福井村田製作所1957億円。2位、三谷商事、専門商社1778億円。3位、元気ドラッグストア1590億円。さあ、山梨県ですね、ファナック工作機械5782億円。2位、東京エレクトロン TS、半導体製造装置4024億円。3位、シャトレーゼ加工食品1016億円かな。3位、長野県、ごめんなさい、長野県1位、セイコーエプソンプリンター8234億円。2位、新興電気工業電子部品ですね、2631億円。3位、マルチ産業水産1939億円。岐阜県1位、バロースーパー2904億円。2位、性能運輸、製造2640億円。3位、イビテン電子部品2429億円。岐阜県は結構、ね、みんな1、2、3近いですね。静岡県1位、鈴木自動車1兆6907億円。2位、ヤマハ発動機、二輪車9532億円。3位、キャタラ自動車部品4366億円。ということで、さあやってまいりました。愛知県。さあ、当然1位はトヨタ自動車12兆6078億円。桁が違うて。デンソーですね。デンソーが2位ですね。3兆909億円。そして3位は愛信ですね。どちらも自動車部品ですが、2兆1876億円と。いやー、強いですね。やっぱり自動車はね。さあ、三重県。住友電装6741億円。2位、シャープディスプレイですね。液晶5446億円。3位がキング観光パチンコパチスロ1460億円と。さあ、次々行きましょう。近畿地方。1位、滋賀県、平和堂スーパー3712億円。2位、日本電気ガラスですね、1461億円。3位、古川 AS 自動車部品1232億円。京都府、1位は当然任天堂ですね。ゲーム、1兆4378億円。でも1兆なのか。トヨタはその12倍ぐらいあるからな。すごいよね。2位、村田製作所電子部品、1兆2334億円。3位、佐川急便。はは、1兆619億円。ユニークな共同企業が多数あるそうですね。2位、ごめんなさい、大阪府。1位はパナソニックホールディングス。2兆7559億円。2位が関西電力。2兆1776億円。そして3位がですね、ヤマトハウス工業ということで、2兆60億円。そして兵庫県。神戸製鉄所ですかね。1兆2291億円。川崎重工業が2位で8922億円。3位が加藤産業専門商社食品6509億円。さあ、奈良県一気に売り上げが下がりますが、DMG、森製機工作機械で1239億円。
2位が南部銀行、銀行ですね、地方銀行668億円。3位がですね、ボトルワールドオーケー、ディスカウントストア4005億円。あ、ごめんなさい、405億円ね。そして和歌山県、大桑スーパー2411億円。エバーグリーン、なんだろうこれね、エバーグリーンなんとかなんとか、これもスーパーですね。750億円。そして、企業銀行、地方銀行ですね。こちらも720億円ということで、まあ、近畿地方は、これね、あのね、中部地方と比べてもね、あ、中部というか東海か、東海とかと比べてもちょっとね、売上がね、近畿は落ちますね。なんか大阪がとね、京都があるから結構強いかなと思ってたんですけど、東京とかのそのね、規模とはまるで違うなっていうイメージはありますね。遅刻ですね。だからやっぱりその関西圏と関東圏でいくとやっぱ関東圏の方が強いなっていう印象はちょっと受けましたね、このね、売上規模見るとね。はい、四国地方、徳島県、日夜化学工業で4880億円が1位、2位が大塚製薬工場、1221億円、3位ノビルパチンコパチスロ554億円、香川県1位が四国電力ですね、5240億円。2位がユニチャームプロダクツですね、1860億円。3位がですね、石油、あ、吉田石油店が1551億円。愛媛県第1位は大王製紙ですね、4401億円。2位がですね、今治造船、3562億円。3位が伊予銀行ですね、1441億円。そして高知県がですね、朝日食品1位ですね、4295億円。2位がですね、中沢市、中沢宇治家薬業かな、わかんないけど、556億円。一気に差があるな。3位がサニーマート、スーパーで1438億円。さあ、中国地方行きましょうかね。鳥取県。1位はですね、デルパラパチンコパチスロ、470億円。2位がですね、日清木材ですね、405億円。3位がですね、山陽商事パチンコパチスロ、327億円。そして、島根県ですね、出雲村田製作所、2528億円。島根富士通パソコン、1358億円。3位、山陰合同銀行、783億円。岡山県、大黒天物産ディスカウントストア、1969億円。岡山村田製作所、電子部品、1957億円。ベネッセですね、真剣ゼミ、1894億円。で、広島県はですね、マツダですね、やはり自動車強いですね、3兆3億円。中国電力、9949億円。マックスバリュー西日本ですね、5508億円。そして山口県、ユニクロ、8432億円。ユニクロが意外にだね、徳山化学、2607億円。マルキュースーパー、963億円と。最後、九州沖縄地方、福岡県九州電力、電力で1兆4556億円。トヨタ自動車九州が2位ですね。1兆1656億円。3位がコスモス薬品ドラッグストア7554億円ということで、福岡強いですね。2位、ごめんなさい、佐賀県ですね。ダイレクスディスカウントストア2698億円。2位がですね、久光製薬、サンドラッグ傘下に入ったようですが、医薬品でですね、905億円ですね。トヨタ、宝石吸収かな、766億円。長崎県1位、大島造船所、1159億円。2位、ITI ですね、1002億円。3位、山下イカ機器、698億円。熊本県1位、ソニーセミコンダクター M 半導体、6525億円。2位、東京エレクトロン九州、3904億円。3位、富田薬品、1360億円。大分県はですね、1位、アステムですね、医薬品、3781億円。2位、ダイハツ九州自動車、3564億円。3位、大分キャノンデジタルカメラが1708億円。さあ、宮崎県1位はですね、小湯食鶏、まあ、畜産ですね、600億円。2位、宮地区畜産、571億円。3位、霧島酒造ですね、568億円。鹿児島県1位、南国食産専門商社で、燃料とか建材やっているところで1478億円。2位、太陽スーパーですね、1086億円。3位、西牟田スーパー、809億円。さあ、最後、沖縄県、沖縄電力、電力、2133億円。2位、三栄スーパー、1972億円。3位、イオン、琉球スーパー、889億円。ということでですね、まあ、自動車とかですね、石油とかですね、そういうところがあるところは、
ね、強いですが、そうじゃないところって、割りかとスーパーって儲けてんだなっていうね。利益がどんぐらい上がってるか知りませんよ。売上高的に言ったら、結構スーパー、ね、強いのかなというね、気はしますね。さてですね、面白いね、独自集計のですね、業界別平均年収ランキングというのが出てまして、各業界の国内上場企業の平均年収と賃金カーブをもとに業界ごとの40歳時点での平均年収を推定、業界ごとに年収がくっきりと分かれる結果にというね、こんなのも出てるんですが、まあ、とりあえずね、ちょっとね、もうこれね、口に出して言うとね、めっちゃ時間かかる普通に多分ね、目で見て読んだ方が絶対早いからとりあえずですね、まあ各県の1位2位3位が分かったのという、分かったというだと、まあ、いわゆる、売上に関する利益のね、言葉の定義だとか、そういったことを今日は勉強したということで、次回ですね、それぞれの業界ごとにですね、まあ、それぞれコメントがね、書いてあるので、そのコメントをね、順次拾っていけたらいいなと思っています。今回みたいにですね、単語単語じゃなくてちゃんとした文章になってるかと思うので、まあ、業界ごとにね、気になる業界をね、ちらちらと私がですね、ちらちら見ながらですね、お伝えしていけたらいいなと思っております。今回はね、お試しということで、かなりですね、大変だったなという印象ですが、やってみましたんで、また次回もですね、反響があればというか、まあ、1、2回くらいは続けてみようと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。